ブロークンソーシャルシーンは1999年にカナダのトロントで結成されたスーパーグループバンドである。ほとんどのメンバーは以前から違うバンドやソロとして活動しており、一時期は20人を超えるバンドであった。それぞれのメンバーが持つ違った個性がこのバンドに反映されており、様々な音楽の多様性を感じ取ることができる。とにかくたくさんの楽器を使用しているために、 一つ一つの楽曲はとても濃密である。時にブロークンソーシャルシーンを省略して BSS と呼ぶことがある。バンドの中心的メンバーであるケビン・ドリューとブレンダン・カニングが数名のアーティストとともにデビューアルバムフィールグッドロストを発表したのが始まりである。このアルバムではほとんどが楽器のみの演奏であるポストロック的な意味合いが強かった。その後、 アンドリュー・ホワイトマンやファイストラがメンバーに加わり、2枚目のアルバム、UFO Got It in People を発表。このアルバムで、各メディアや音楽評価に高く評価されることになる。その後もメンバー編成は続き、B-HIBES とブロークンソーシャルシーン、2つのアルバムを発表。2005年に発表した3枚目のアルバム、ブロークンソーシャルシーンでは、CMJ チャートで1位を獲得。 同年3月、東京及び大阪で行われた音楽イベント、カナダ・ウェットに参加のため初来日。2007年には、BSS の新しいプロジェクト、ブロークン・ソーシャル・シーン・プレゼンツを開始した。2010年、トータスのジョン・マッケンタイアを共同プロデューサーに迎え、ホーギブネス・ロックレコードをリリース。2006年以来、2回目となる、フジロックフェスティバルへの出演も果たす。 2017年5作目となるアルバム Hug of ンダー n d e r をリリースする。ブロークンソーシャルシーンのほとんどのメンバーは以前から違うバンドで活動している。など、ブロークンソーシャルシーンプレゼンツ EP シングルありがとうございます。